11番がマグマだまりマグマたまりの内部。スリーヌカギガルで撮影マグマたまりとは、近く内でマグマが蓄積されている部分である。ここにマグマが存在するとき、マグマは高圧下にあり、その中でマグマは次第に分化していく。そして、このマグマが地上に現れることを噴火と呼び、主として火山にて見られる。地下数十キロメートルの深部で生成されたマグマは、 高温の液体であるため、周囲の固体岩石より比重が小さく、浮力によって徐々に上昇する。地下5キロメートルから1 0キロメートル程度の場所まで来ると、周囲の固体岩石も深部ほど高圧を受けていないため、マグマと同程度の比重となり、マグマは浮力を失って滞留すると考えられている。マグマは液体ゆえに地震波の伝達速度が近くとは異なるため、 このことを応用して地震学でマグマだまりの位置を推測し分布図が作られている。この方法が地震波トモグラフィーである。日本の桜島やアメリカのイエローストーンなどマグマだまりの位置や規模が詳細に分かっている火山もある。マグマは結晶分化作用によってマグマだまり内で分化し体積に対する質量である比重が次第にマグマだまりの周囲のそれよりも軽くなり上昇する。 この時、周囲の岩石を高熱で変成するなどを経て、岩脈を形成し、上昇してくる。これを逆手に取ることによっても、マグマだまりの位置は推測できる。また、近く内部での密度は、岩体の違いに影響され、場所によって違うことから、マグマだまりは上下方向に連なることも多い。マグマ溜まり内のマグマは、周辺の岩石に熱を奪われて徐々に冷えてゆくが、 その過程で、気発成分の分離や結晶しやすい成分の結晶化、沈積など結晶分化作用が起こっている。その結果、マグマだまりの上部と下部では成分がかなり違っている場合がある。一回の噴火で最初に噴出した物質と最後に出てきた物質によって成分が大きく異なる場合があるのは、そのことを示していると考えられている。例えば、 1707年に発生した富士山の宝永大噴火では激しい噴火が4日間続き大量の火山灰が江戸にも降り積もったがその火山灰の成分が途中で大きく変化した最初はシリカを多く含んだ白っぽいデサイト質だったが数時間後には黒っぽい玄武岩質に変わった噴火前の富士山マグマ溜まりの上部は比重の大きい成分が結晶化 沈積した残りの液体であったため、デーサイト質になっていたと推定される。噴火が起こらない場合、沈殿したマグマは次第に冷やされ、新生岩となる。その過程で冷却されることにより、水蒸気が高圧のために冷却されていないマグマ内部に放出される。この圧力変化によってもマグマは上昇する。さらにマグマの融点を下げ、粘性を上げることもある。 この現象は噴火の規模を大きくすることがある。アイスランドのスリーヌカギンガル火山では地下120メートルに存在したマグマだまりに実際に入って観光することもできる。マグマだまりからマグマが上昇して噴火を起こす引き金には何種類かあると考えられており、主なものは以下のようなメカニズムである。マグマは火山岩として噴火により放出されるが、この時に 新生岩になりきれていないものは、半新生岩として岩脈や岩礁の形で残る。また、火山によって結晶分化作用の進展が異なるため、噴出物の内容はそれぞれ異なる。火山岩として放出されなかったマグマは、長時間の冷却を経て結晶化され、新生岩として花崗岩や半霊岩などの形で見られる。また、噴火時に、 大量のマグマを放出することにより、マグマだまりが空の状態になることもある。この時、山体を形成する岩石はその空間に放落し、結果として山体崩壊を起こすこともある。その顕著な例がカルデラである。ありがとうございます。